はい、チャット GPT 後編、オープン AI 社による絶え間ない仕掛けっていうところの話の後編になります。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで後編になります。で、前編ご覧になられていらっしゃらない方は分かんないと思うんですけど、まあ、ちょっと説明しながら、お伝えしていきます。今回の、内容になります。はじめにっていうのと、メディアと AI で、プライバシーとセキュリティで、反乱の防止で、カワゴンが言いたいことっていうのをちょっと最後に言おうかなというふうに思います。で、はじめにです。前回のお話なんですけれども、AI の未来像とかのお話をさせていただきました。で、あとはチャット GPT の、まあ、進化みたいな感じのところですね。どういった形でやっていってなのか。で、セキュリティの強化した内容とかですね、チャット GPT 自体の内容をちょっとお伝えしながら、で、ビジネス界への展開ということで、まあ、どんな感じで変化していったのかっていうことを、ちょっとまあ、オープン AI 社さん踏まえてで、お話しさせていただきました。詳しくは前編ご覧いただければ、こちらの方に載ってますんで、またそちらご覧ください。今回はそれの続きです。まずメディアと AI ということで、 AP 通信の記事提供と生成 AI の可能性というお話です。で、こちらの方なんですけれどもね、AP 通信社と、オープン AI 社がですね、7月の13日、今年の、2023年の7月の3、13日ですね、一部のニュースコンテンツや技術へのアクセスを提供することを合意したということなんですね。で、これどういうことかっていうと、やっぱり生成 AI なんで学習しないといけないわけなんですね。すると、やっぱりある程度、まあ、パブリックに公開されている、そのインターネット上の内容も取得していけばいいんですけれども、やはりニュースとかですね、そういったものっていうのは結構著作権が関わってくる内容とかも踏まえてて、ただ事実に基づいて、できてる出来事も学習していかないといけないということで、AP 通信社がですね、OpenAI 社にその記事を提供するという、なんかそういう形になってたみたいなんですね。まあ、ちなみにその1846年に設立した以来ですね、まあ、AP 通信社っていうのは事実に基づいた無党派のジャーナリズムを提供しているということで、まあ、AP 通信社もですね、2014年度からですね、まあ、計算報告の作成を自動化するたりとかですね、ニュース記事のプレビューなんかとか、あと一部のスポーツイベントの統括などを自動化で、提供するコンテンツを拡大したりとか、意外と IT 系でですね、先進の、会社さんなんですね。で、昨今ではですね、記者会見なんかの、音声とか映像とかの書き起こしを AI 技術を使ってたりとかするんで、まあ、この辺で合致して、まあ、OpenAI 社と組むことによって、AP 通信社もですね、この AI に乗っかってで、まあ、いろんな形で展開していこうという動きがあるみたいなんで、で、この辺で提携が結ばれたっていうことなんですね。で、これをすることによって、やっぱ過去の事実的な内容っていうのも AI が学習していくことによってで、まあ、その回答の精度が上がっていくっていうことになるので、これ素晴らしいお話なのかなというふうに思います。まあ、そんな中ですね、やっぱりね、プライバシーとセキュリティということで、オープン AI のチャット GPT と FTC による調査っていうお話もちょっとしようかなというふうに思います。で、こちらの方なんですけどね、FTC って言いまして、フィデラルトレードコミッションっていうふうに言うらしいんですね。米国の連邦取引委員会っていうところがあるみたいなんですけど、で、ここのですね、連邦取引委員会の方がですね、オープン AI 社が消費者方法に違反したのかを調べる調査を開始したっていうことで、7月の13日ですね、ちょうど同じぐらいの頃なんですけど、まあ、FTC がですね、オープン AI 社に対してデータプライバシーや風評被害に関してのリスクがどのように対処されているのかの説明を文書で提出を求めるっていうね、まあ、そういう感じのことを言われてきたんです。で、これなぜこんなことを言われてたのかっていうんですけれども、まあ、前編の方でも少しお話したんですけど、ハルシネーションっていうね、やっぱり生成 AI にはつきもので、まあまあ、ことあれですね、文書系のテキスト系の、生成 AI に結構ありがちなやつなんですけど、やっぱりこのハルシネーションっていう、まあ
いわゆる皆さんご存知の嘘を言ってしまうっていう内容がこのハルシネーションというふうに言われてるんですけど、まあ、過去の動画でも僕ハルシネーションについて結構喋ってるんで、そちら聞いていただければいいと思うんですけど、まあ、簡単に言うと AI の幻覚っていうことなんですね。で、幻覚をなぜ見るのかっていうことなんですけど、やっぱり AI 賢いんで取り繕った話が得意なんですね。で、例えば通常の質問とかは正確に返してほしいんですけど、クリエイティブな内容の文章を作ってくれとかってなると、作り上げないといけないんで嘘もこう上手に作っちゃうんですよね。例えば、その嘘を利用した生成 AI の使い方っていうと、例えばおとぎ話を作ってくれとかっていうと、ありもしないお話を作ってくれるんですよ。で、それと一緒で事実を確認しようと思った時にも、その幻覚のような感じで答えてしまう現象をハルシネーションっていうんですけど、まあこれがですね、まあ現在のこの個人についても、まあいろんな誤解招くような抽象的な、そういうね、有害ではない有害な文章を生成してしまう可能性もあるっていうことを踏まえている。で、これがハルシネーションの現象の一つとも言われてて、とある事件がありましてですね、米国のジャーナリストの、まあ、フレッド・リールさんという方がチャット GPT で、まあ、訴訟要約を求めた際ですね、まあラジオ番組のホスト、マーク・ウォルターズさんが、SAF の資金横領疑惑に関する情報が誤って伝えられたということみたいなんですね。で、これもチャット GPT がなんかこう勝手に生成した内容を、まあ、ラジオの番組でこう読み上げられたらしいんですけどね。で、それがちょっと実は嘘を吐いてたということで、まあ、こういうところとかもあったんで、ちょっと FTC さんがこう動き出したみたいで、まあ、そういう、なんていうんでしょう、まあ、どういう形になってるのかっていうところもちょっといろいろと言われるようになったっていうことなんですけど、まあ皆さんね、結構ね、こうハルシネーションを恐れてらっしゃるところがある傾向もあるんですけど、嘘を言っちゃうから使わないわっていう人が中にはいると思うんですね。まあただしこれ使い方っていうか、プロンプトって言いまして、まあ AI の、プロンプト与え方で一回応にもなるわけなんですよ。で、出た、内容を丸々信用して使うっていうやり方をしてる人がこういうことに引っかかっちゃうんですよね。だから本当に僕が知ってる周りで生成 AI、チャット GPT しかり、まあ、いろんなものを使ってらっしゃる方言われるんですけど、ほとんどブレストとかですね、まあ、相手出し、ブレインストーミングとか、まあ、そういうところで使う方が多いんです、実は。で、丸々ね、論文書いたりとか何かの記事を書いたりとかっていう方ってもうほぼ少ないと思うんですよね。まあ僕の知ってるコミュニティの中でもお話ししてる上では一番最初やろうとしたんですよね。ブログの自動化で一発で出したろうっていうふうにやるんですけど、まあ、結局自分が意図したような内容のことが、記事書けなくて断念してる人の方がほとんどなんですよ。一発で書けないことはないんですけど、ただ自分の意図した内容を書くことができないというところもあって、で、またちょっとその辺の書き方ともだいぶ変わってきてるところとかもあるんで、まあそういう意味でもハルシネーションを一つとっても、こういった誤解を招くような文章を生成してしまう、そのプロンプトの与え方っていうのが、やっぱりいけないの、ダメなのかなと思うので、その辺勉強すればすぐにこういうのはできるようになると思います。よかったら、まあ僕の過去の方の動画でも、いろんな形で説明している内容があるんで、そちらご覧いただければいいのかなっていうふうに思います。で、次の話題なんですけど、これをちょっと皆さんによくよく、お伝えしたいかなというふうに思います。反乱防止っていうことで、人間を超越した AI に対するリリスクの軽減策っていうことなんですね。で、これどういうことなのかっていうことなんですけど、皆さん想像してみてください。このまま AI が発展していく未来ってどんな感じになるんでしょうかね。っていうことなんですよ。今は便利ですね、これいいですねっていうことで使われてる、内容なんですけど、よくよく皆さんが映画とかで見て AI 恐れてらっしゃる内容っていうのが現実的に訪れないかどうなのかって賛否があると思うんですけど、これがですね、具体的な内容で専門的に言うとですね、 AGI っていうものがあるんですね。これがアーティカル、ゼネラルインテリジェンスっていう内容なんですけど、まあどういったことかっていうと、まあ
人工反応、汎用知能というふうに言われているものなんですね。今まで皆さんがご存知の AI というのは、人間が指示をしてその結果を返すという AI なんですね。人工知能。で、この AGI というのは、まあ、人工的に汎用的な知能を持つということなんですね。それどういうことか、人間のような汎用的な知能を持つ人工知能ということで、要は自分で学習して自分で判断して自分でこうだという結論を出しながら進んでいくっていう知能っていうのが AGI っていうふうに言われてるんですよ。で、ここまで到達することによって初めてその世界でいうところのよく映画に出てくる、まあターミネーターとかですね、まあいろんな形のものがこう出てきたりとかってするのは、まあこの辺の、AGI のことを指してるのかなっていうふうに言われてるんです。で、先日ですね、僕あの動画でもちょっと上げたんですけどね、ソフトバンクワールドで孫さんがですね、このままでは AI vs、AI と人間の構図がですね、人間と金魚になってしまうみたいな、これどういうことかというとですね、まあ、ニューロンで例えて言ってらっしゃるんですよ。ニューロン。まあ、知能の大きさ、まあ、その測る場合によくよく使われるニューロンっていうものがあるらしいんですけど、まあ、金魚とですね、人間を比べたときに、金魚のニューロンと人間のニューロンが、だいたいま、1万分の1が金魚の、ニューロンだっていうふうに言われてるんです。で、孫さんこれね、あの水槽に金魚が入ってるもので ABC って書かれてるんですけど、これどういうことを示してるのかっていうと、金魚にですね、ABC っていうアルファベットを教えれることができますか？理解できると思いますか？っていうことを言ってるんですね。で、そんなもん金魚がわかるわけないですやん。つまりわかりません。で、この構図がですね、まあ、10年以内に AGI が実現するというふうに孫さんはちょっと言ってるみたいなんですね。で、まあ、その10年後 AGI が出てきた時には AI の、まあ、ニューロンで、換算した時にですね、人間の10倍を超える、知能を持っているっていうことで、やっぱり AGI が実現する可能性があるんじゃないかっていうふうに提唱してらっしゃるんです。じゃあ、次の10年ですね。次の10年は10倍ではなく1万倍になるんではないかと。で、20年後ですね、いわゆる。20年後には人間と AI を比べたときに、当時のその、人間と金魚の関係性ぐらい AI が発展していると。だから AI がやることが理解できないぐらい知能が発達しているというふうに言われているわけなんですよ。まあ、それね、すごいじゃないですか。まあ AI 活用する云々ね、言ってるのが、まあ AI の方が知能が1万倍になるわけなんですよね。まあ人間が金魚になっちゃうわけなんですよ。まあそういった内容が訪れるであろうということは、オープン AI 社もちょっと考えてるみたいで、で、そこでですね、まあ、米国オープン AI 社がですね、7月の5日にですね、まあ、近い将来登場する、予測される人間よりもはるかに賢い AI、まあ、スーパーインテリジェンス、超知能の制御を目指して、新チームで、スーパーアライメントっていうところのチームを、立ち上げたっていうことを発表してるんですよ。やっぱり、ね、賢くなる、AI を制御していかないといけないっていうことなんで、まあでもこれはね、一概にその恐ろしい内容で、まあ、AI に占拠されるんじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。これ結構ね、恐怖に思われる内容なのかなっていうふうに思うんですけど、ただ産業革命以降ですね、自動車っていうのが出たりとか電気とかっていうのが出てると思うんですね。で、自動車は人間よりもはるかに力を持ってる、存在なんですよ。なんならもう本当にね、車で突っ込めば、まあ人間なんかもうひとたまりもないぐらい死んでしまう可能性のある形のものなんで、でそれを制御していこうねっていうことで、まあいろんな操作の方法とかですね、で車を乗る上での倫理観とか、まあ方法、運転方法とかですね、でそれを制御するために車自身に人を跳ねないような制御するようなものをつけてみたりとかいうことが
なされてるわけなんですよ。だからこれって結構恐ろしい感じで思われてるかもしれないんですけど、制御することっていうのは意外と簡単にできるのかなっていうふうに思うんですね。なんでこの辺でどうなっていくのかっていうところは、やっぱ近い将来人間よりもはるかに賢い AI が出てくるっていうことは間違いない話なんで、でここからなんですよ。僕言いたかったのはこの前編後編に分けてで、カワゴンが言いたいことがちょっとあるんですよね。で、すごいね、もうここまで付き合っていただいて話聞いてらっしゃる方、ぜひここだけでもちょっと聞いていただきたいと思うんです。僕ずっとですね、僕この AIっていうものをもうここ今年、今1月1日からずっと YouTube を始めて、もう最初のぐらいの頃からもう AI がこうブームで来てるんで、 AI ばっかり取り上げて AI のことをずっと突き詰めてやったりとか、まあ数年前から僕実はAI に関してはもう5年ぐらい前ですかね、6年ぐらい前にビッグデータっていうふうに言われてる頃から実は携わってるところとかがあるんですね。なんで AI に関しては結構人よりも詳しい内容を知ってるのかなと思うんですけど、僕が言いたいんです、もう最近ね、周りの方がその生成 AI を使ってるか使ってないかを確認したところ、やっぱり使ってない方の方が多いんですよね。で、僕今までのお話をさせていただいて、あなたこのままでいいんですかっていうことを言いたいんですよ。わかりますか？まあ、僕には、私には、この会社には AI 関係ないわっていうふうに思われてる方が日本の大半だと思うんですよ。前回前々回の僕動画でも言ったんですけど、日本の企業って 100% ある中で 7%、 要は100ある中で 7% の会社しか、チャット GPT 使ってないんですよ。で、米国は 51% なんですよね。半数ぐらいはもう使ってるんですよ。で、この現状を考えた時にね、ここ10年で AI と 人間の関係性が変わるわけなんですよ。わかりますか？ね、もうだいぶガラッと変わっちゃう。で、今目の前のことを見てほしいんですよね。どうなっているのか。まあ、ずっとこのままでないっていうことを自覚してほしいんですよね。で、行動しないといけないと思うんですよ。この AI が出てきてるっていう中で。で、この AI は仕事もそうですけど、生活環境、人間関係まで様々な分野に参入していくんですよ。わかりますか？今起こってる内容っていうのは、実際には産業革命的な出来事が今起ころうとしてるんではないかって僕はちょっと思ってるんです。で、その危機感がない方々、企業が多すぎる。で、僕は思うんです。あくまでもこれカワゴンの言いたいことなんで、これが正しいかどうかは、まあ聞いた方ね、まあいろんな賛否両論あると思うんですけど、僕はそう思うんですよ。もう何やってるんですかっていう。で、やっぱり、まあ今こんなにね、激動で変化してる中で、ブームがね、一時期チャット GPT わーってきて、ね、今冷めてるわけなんですよ。その冷めてる理由の大半がですね、使いこなせないからっていう理由だけなんですよ。もうすでにね、知能を AI 負けてんちゃいますかっていう話なんですよ。わかりますか？僕らが使いこなさないとこのまま AI に乗っ取られてしまうのはあなた方ですよっていうことを僕は言いたいわけなんですよね。なんで、僕は本当に今何をしないといけないのかっていうことをよく考えてほしいんですよね。で、僕が思う今何をしないといけないのかっていうことの大きく一つは、やはり AI を理解することなんですよ。で、この理解をすれば、ある程度ね、自分自身で思う AI と自分っていう未来が出てくると思うんですね。で、それは、まあ、大きくは僕のチャンネル見てらっしゃる方っていうのが、やっぱり、アッパーの方が結構多いと思うんですね。で、まあ、経営しようかな、みたいな感じの方も多いかな、というふうに思うんで、自分のビジネスとかもしかりなんですけど、環境がこのまま変わっていくっていうことは、もしビジネス中心で考えてらっしゃる方だったら、AI が侵食していく環境とか人間関係、社会情勢とかも全部変わっていくわけなんですね。そこにビジネスのチャンスもありますし、で、変わっていくっていう現状を受け入れない限り、 AI というのを理解しない限り、何も前に進まない、
現状維持は多分ないんですよね。でそこを考えて今目の前の自分がやらないといけない内容を理解していくことが僕は大事なのかなっていうふうに思います。なのでまあそういうお手伝いをねカバゴンはしたいなと思って、まあ、皆様のビジネスを応援するための動画を365日毎日投稿してるわけなんです。なんで、まあ、もしわからないっていう方はぜひコミュニティ参加していただくか、カーゴンに連絡してください。もう本当に。もう自分の会社どうなのかなとか、僕自身こうしていけばいいのかなっていうところが、もしわからないっていうことだったら学ぶべきなんですよ。だ、要は自動車、もうとんでもない自動車が出たんですよ。今まで歩くことしかできなかった、走ることしかできなかった。で、自転車しかなかったのに、高スピードで走る自動車が出てきたんですよ。で、それが出てきたね、僕には関係ないから自転車で配達だ、じゃダメなんですよ。わかりますか？ね、自動車があるから、やっぱ法整備もされていくし、自動車が世の中にたくさん出てくるわけなんですよ。で、そんな中、自分が無知でね、道を歩いてたら、自動車にはねられちゃいますよっていうことなんですよね。じゃあ、自分自身で自動車に乗ることを考えないとダメですし、それを利用することを考えないとダメだ。っていうことであれば、おのずとね、自分がやらなあかんことが分かってくると思うんですよね。なんで、もしその辺がね、理解できないっていうことがあるんであれば、もしコミュニティ参加してください。まあ、本当にね、参加するの怖いなっていうんだったら、全然ね、カワゴに連絡してください。まあ、相談とかも乗りますし、なんかどうしていかないといけないのかっていうことは、絶対に明確に僕はお伝えできるかなというふうに思うんで、もしよかったら、そんな感じでやっていただければいいのかなというふうに思います。はい。今回ですね、本当にね、カワゴがね、言いたいことだけ言っちゃったんで、本当にね、しょうもない動画になってる可能性はあるんですよ。ただこれで少しでもね、一人でも多くね、なんか気づきがあればいいなって思ったんで、今回の動画ちょっと作ってみたんです。っていうのも、なんか経営者関係の、お話っていうことで僕出したやつが、意外とコメント数とかも多かったりとかしたんで、やっぱこの辺悩みのことが多いのかなと思ったんで、まあまあまあ、AI 中心、まあ IT を中心にっていうことで僕はチャンネル作ってるんですけど、まあ皆さんもしね、なんかこういうところとかで悩みあるようであれば、まあ、ぜひ相談していただければと思いますし、僕のチャンネル、まあ見ていただければそういったことを発信していこうと思いますので、まあここまで聞いていただいた方ですね、本当に最後までありがとうございました。皆さんね、AI に負けてはダメですし、AI をちゃんと利用しましょうね。はい、ということでどうもありがとうございました。また見てください。お願いします。